そういえばあいつ、いつもこんな感じなんだよな。まあ、これから迎えに行くやつの話だ。ノーマって言うんだけどさ。勢いだけというか、何も考えずに行動するというか。とにかく周りに迷惑ばかりかけるやつでさ。一番最初に会った時だって、あいつ魔物に追いかけられてたんだ。 自分で魔物の巣を荒らしておいて、どうして助けなかったのかって、いきなり文句を言ってきて。そのまま勝手に仲間になるって、ついてきたんだよな。いつもお宝お宝言って、いろんなものを漁って、毎回何か厄介な問題を起こすけど、不思議と憎めないんだよな。本当、変な奴だよ。 おい、ノーマ、こんなところで何やってるんだよ。おお、セネセネじゃん。何、取ったの？はあ、お前がアドリビトムに入りたいって手紙出してきたんだろう。しかもこんな所まで迎えに来いって。そうだっけ？それよりさ、ここここここ、素材がわんさかあるじゃない。 お宝ザクザク。おい、行くぞ。ちょっと待って、まだあそこの岩陰調べてない。セ
一人であんなところをうろついて、あの時みたいに魔物に襲われたらどうするつもりだったんだよ。おい、聞いてるのか。あ、ああ、全然聞いてない。それよりさ、この船お宝積んでないの？結構広そうじゃない？いろいろ隠し部屋とかあったりして。行くぞ。相手するだけ時間の無駄だ。おー、JJ 久しぶり。ノーマさんもおかわりないようですね。いろいろな意味で。ちょっとあんた、それどういう意味よ。言葉通りの意味ですが、通じないあたりがいかにもノーマさんらしいですね。なんだとこら！やめんか、二人とも。なんで僕まで。遊びに来ているのではないだろう。ここには各国の要人もいらっしゃるのだ。悪ふざけもほどほどにするように。いいな。分かったわよ。ここでガッポガッポ稼いで、今にウィルッチをギャフンと言わせてやるんだから。ギャフン、あんたが言うなっての。珍しく真面目な顔しちゃって。なんだよノーマ、邪魔すんじゃねえっての。ルーク、いつも言っているだ、王位継承者たるもの、日頃から言葉遣いにも気をつけるようにと。ああ、だってこいつに丁寧な言葉使ったってしょうがねえじゃんかよ。なーにこいつって、あんまりじゃないの。我が主君のヒレ、お詫びする。私はライマ国騎士団総長、バングランツと申す。わお、ずいぶん渋いおじさまだこと。うん、決めた。
今日からおじさまのことをバンバンって呼んであげるね。バンバンって先生のことバカにしすぎだろ。こんなやつ放っておいて向こう行こうぜ先生。申し訳ない。それではこれで。ああ、うん、いいよ。それじゃあまたねバンバン。バンバン、バンバン。よ、バンバン。相変わらず渋いね。バンバン。また変な呼び方しやがって。ルーク、よさないか。王位継承者のする言葉遣いではないぞ。そうよ、言葉遣いに気をつけなさい。王位継承者のルーク。ん？お前、バンバンなんて呼ばれてるのか。うん、気がついたらそのようなことになっている。お前の顔でバン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 。おや皆さん、お揃いで随分楽しそうじゃないですか。ジェイド、いいとこに来た。こいつに先生のこと気安く呼ぶなって言ってくれ。なるほどなるほど。ですが、そうは言ってもたかが相性です。そう目くじらを立てなくてもいいんじゃありませんか。案外バンバンご本人も気に入っているのかもしれませんし。いい響きじゃないですかねえバンバン。よし、邪魔です。
終了。ティの夢って孤児院建てることなんでしょ。どう調子の方は。まぼちぼちってとこかしら。当然資金面ではまだまだだけど、ここでいくらか稼がせてもらってるしね。幸いスタンのやつもいろいろ協力してくれてるし。スタンとルーティーってさ、ぶっちゃけできてんの。はあ、ちょっとやめてよ。あいつはそんなんじゃないってば。放っておけば丸一日だってコンコンと眠り続けるようなスカタンよ。ないない、ありえないわ本当に。ふーん、そうなの。結構お似合いの二人に見えたけど、ま、やっぱ将来のこと考えるとどうしたって慎重になるしね。それとこれとは別問題ってやつ。当然よ。だいたいあいつにそんな解消ないもの。もし将来あいつが結婚することがあるなら、ぜひともそのお相手の顔を見てみたいわね。Thank you.
これいけるって。お宝の予感がする。チャンス。確かに紙質やインクの感じからして結構な年代物っぽいわね。なんかワクワクしてきたわ。この山乗った。よっしゃ、そうこなくっちゃ。決まり。じゃあアンジュ、ちょっくら依頼出させてよ。そうね、面白そう。せっかくだし私も乗っかってみようかな。あら、リーダーにしては珍しく積極的じゃない。その代わり報酬はきっちり山分けってことでどう？そったか。いいわよ別に。それで行きましょう。目が泳いでるねノーマ。嘘をついたら契約不履行で除名処分も辞さないけれど、そんな不名誉な肩書きがついたら他のギルドでももう雇ってもらえなくなっちゃうかもね。均等に山分けでいいと思います。アンジュもなんだかんだでちゃっかりしてるわよね。最近は人も増えて何かと物入りだからこれくらいはね。で、どうするの？私たち3人だけで行く？いえ、ボディーガードを1人雇いましょう。私にちょっと心当たりがあるの、任せておいて。